これでいいよね、あのね、ちょっとねあの、なんかこう、いやらしいこと言ったのはあの、みんなにね、フェイスしてもらいたかったんだよ。ね。何、顔してもらいたい何、顔って何って思ったかもしれないけどあの、フェイスっていうのはね、僕よく使うんだけど、あの失敗にフェイスしろって言うでしょあ僕が言ってるだけだけど、ね <laughs>、言うんですよ。失敗にフェイスしろあの。みんなさ、よぜみに来てさ、やっぱりやってもらいたいのは失敗なんですよ。変なこと言いますね。 失敗やってもらいたいたんですよどどんね,でね失敗してねそれをねただね逃げないでねこうあのこれ向き合うってうことだよね向き合ってほしいのね向き合うこれ一番きついよな,な俺もきついよ、ね、はっきり言って人から「お前ここがダメだろう」うって言われて確かにそうだったら「はい分かりました」っていうの一番つらいよね。 いやそうじゃないってこうなんかねえ逆ギレしたくもなるわけでねよく逆ギレもするんですけど <laughs> ねけどやっぱりよく考えてみるとさ失敗を失敗でこう向き合うっていうことが自分の次からこの失敗を繰り返さないってことでしょこれもわかるでしょ失敗をもみ消すとさいや失敗してないんだってふりしちゃうとさまた同じ失敗しちゃうわけよねだから実質考えるとやっぱりこれ失敗向き合った方が絶対自分が得だってことがわかると思うんだよね ところがやっぱりみんな多分ねやっぱ感じると思うけどこれぐらいたくさんいてもうほんとこのクラスぎゅうぎゅうだもんね、超前隣の子とか見てるとすごいできそうで賭けとか言われて俺だけかけないかなとかなんか惨めじゃんねそれすごくよくわかるしだからこう認めなくたくなくなるような時ってありますでしょうけどそれやりだすとさ伸びないんだよねだからあのここはもうみんな同じ価値観を持ってほしいんだよとにかくうちらはわからないから来ている。 だからできるだけ失敗と向き合ったら得なんだ。向き合った瞬間にこれはできるってことになるんだよ。ね、失敗が次からできるってことです。ですでしょだからこれは向き合うに越したことないよね。けど一番痛いわ。<laughs> ぐさってくるわけよ。へこむわ。傷つくわ、ね。だけど伸びるってことは傷つくことだからしょうがないですよね。その辺の価値観をお互いしっかりしておきましょうってことですね。まあ、だから全然いいからね。失敗してもね。そこから這い上がってこい。な まあだけどよく言うじゃない、こう失敗した数だけ人間って強くなれるし優しくなれるってことだよね、絶対そういうところあると思うから、やっぱりそういうことでこの1年やっていかなきゃなと思いますね。こう1年続けていくのは大変なんだよ、こうやっていけば成功して受かるってことなんだけどね、継続は力なりなんだけど、もう何度もこうなりそうな要因っていうのが1年の中であるわけ。 これ自分だけじゃないと思うの、ね、で体調もあるけど親とかが、まあ、何やってんの勉強とかほらいろいろ言われるかもしれないし周りに友達がいて受かってるやつがいたら一緒に遊ぼうぜ、ゲーセン行こうぜってことになるかもしれないし彼女作っちゃうと作ってもいいんだよやっぱり彼女と一緒に遊びたくなるし、まあ、いろいろあるじゃないですか、誘惑はね東京なんかいると余計そうでしょそういう部分でどうこれをこう、ね、自分で続けるかっていうのはやっぱすっごい大変だと思うある意味でねかえってあの田舎で何にもないところもう勉強するしかないみたいな環境っていいですよね。 ね、そんな,なんか田舎バカにしてるみたいですけど、ね、この間あの、青森じゃなくて盛岡が行ってきましたけど、盛岡ばかにしてるわけじゃないですけど、こうなんかこう、自然がこう広々として、もうこれ、勉強するしかないかなとか思っちゃうわけですね。ねそうすると、まあいいわけですけど、東京はこれね、ちょっと出た原宿はある、もう新宿はあるでしょうね。だから、そういう敵と戦いながらだから、結構大変だよ。ね。どっちがいいのかよく分かんないけどさ。まあ、とにかくこれはお互い合言葉にしようよ、フェイスするっていうこと。何回フェイスできるかが、やっぱり1年のね、僕らの課題でしょう。 俺のガキがね、小学校一年の時にね、これ俺に教えてくれたんだけど、ガキいるんですよ、これでも。あの、お楽しみか、会つのがあってね、小学校でよくやるわけ、一人一人こう壇上にね、立ってね。はい、先生、僕は今年一年でハーモニカ吹けるようになりましたとかやるわけ、どうでもいいこと、プープープープ吹いてほら。それ、父兄が見ててよ、拍手もですんね、これ、パシ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 だ。ね、ばっかしじゃねえかと思うんだよね。すみません、次のが上がってきて、女の子が、はい、あの、縄跳びができるようになりましたとか、縄跳び飛んでるわけですよ。ね、どう、またパシパシ、拍手、え。 次の女の子なんかもあれだよモルモット抱いてきてよな何するかと,いうとモルモットが抱けるようになりました何が偉いんだと思うんだけどでまたパチ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 だよねこことやる会があってさなんか昔みんなもそういうのやってたんですよそういうことがあったんですよ君たちにもかわいいが今と違って <laughs> 同型反復対立ですかであのですねそれで、あのー、最後に上がってきた子がねバケツに水入れてきてね,でねそれでねそのバケツにね雑巾こうぶち込んでね 絞り出して何やるかと思った、はい先生、僕は今年1年で雑巾絞りができるようになりましたって言ったわけよ。これはね、ちょっとびびったうちのガキなんですよ。もう B 型で変人なんだよね、やることがマイペースなんだよね。親じゃん、ちょっとかっこいいことやってくれとか思うじゃないですか、自分のガキが出てきて、お頼むよ、かっこいいことやってくる <laughs> ボール、俺サッカー部だったからリフティングとかやってくれとか思うよね、ね全然できないんですよ。ね雑巾絞りでしょ これはないですよねでみんなパチパチパチとかやってくれて顔真っ赤ですよ破裂症だったもんなほらその時ねこの話なんだけどやっぱ俺負けたと思ったのはほらやっぱり子供は偉いじゃないですかみんな見てる前で雑巾絞りとかダサいじゃないですかだけどほら自分ができないことがほら雑巾絞りできなかったわけでしょできるようになったわけでそれまあみんなの前でこう胸張ってこうニコニコしながら言えるっていうのは、ね、こ,これはやっぱ偉いですよねほらだってさみんなそればかにするかもしれないそういう価値観続けていってみ まあ、どんな人の前に出たって絶対そいつの目をじっと見て喋れる人間なんでなれる、うん、それは小泉総理の前で出たって校長先生の前に出たって僕ら誰でもいいんだけどさけど,どんな人の前に出たってこうその人の目をじっと見て自分の思ったことをすっぱって言える人間なんだよ、ね、別に言うことは自分が思ったことを言えばいいんだよそれが正しいとか間違ってるとかどうでもいいんだよ、ね、ただその人の前を見て目を見て自分の言いたいことを言えたらそれはその人はそれで自分の生き方に自信持ってるってことなんだよそれを続けていけばいいんだよ人生っていうのは。 それでいいんだよ、ね、どうせどこまでいったって人間というのは完璧になれないですから神様じゃないですからねそれでいいんですよだから要するにそういう生き方してれば絶対自信持って生きられるわけだよねわかるねだからまあ大げさかもしれないけどやっぱりこういせ世とかいるとほらやっぱりみんなやっぱ隠したくなるの気持ちわかるしねまた親がまた失敗したら「何やってんだダメ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 って言われるからね失敗して伸びるんだろうがとか言いたくなるけどさ <laughs> やっぱりそうも言い直れないしっていうことですよねまあああいうことで失敗した方がいいわけよ だから僕がこれやってもらったのはそのあと僕が言ったらほらあそうだったかってわかるでしょね来週予習とかじあの復習の勉強の仕方た言うけどやっぱりそういうのもこの辺のとこと関係があるわけね予習復習はフェイスする自分の失敗にフェイスするためにやってるわけ来週やるからそういうねどうやって予習したらいいかっていうのね